筑波で美容室タソビューティーを経営している広山です。ここに移住して3年になります。生まれ育ったのは県内の小美玉市です。専門学校で上京してそのまま東京の美容室で働いていました。その後結婚して妻の出身でもある水戸で働き、3年前独立を機に筑波に移住してきました。地元にいた時も筑波には何度か遊びに来ていましたが、街並みや人の雰囲気に惹かれここがいいと思って決めました。タスパークとは一言で言うとコミュニティスペースです。この街には自分自身のライフスタイルになっていたり、柔軟に新しいことを始めたりする人が本当に多いです。その人たちが自由に交流できる場所としてここを作りました。定期的に開催されるイベントもなんとなく自発的に始まったもので、普段よく来る常連さんからたまたま参加した方まで誰でもウェルカムです。実際に来た人同士、趣味の友達ができたり、ビジネスに発展したり、楽しい人のつながりができて、僕自身の刺激にもなっています。自分らしく、自由に暮らせるのが、この街の特徴だと思っています。これが私のつくばライフ。